はい、生なキッチン、新しいキッチンセットから横須賀さんです。はい、今週もよろしくお願いいたしま す, します。本当にね、ピカピカなんですよ。新しいキッチン嬉しいですよね。よかった、私置いてこられなくて向こうにと思っております。一番最初に連れてきましょう。よかったよかった。今日はね、本当に素晴らしい秋晴れですね。敬老の日にふさわしい日ですよね。そして新社屋の新キッチンでございます。今日は敬老の日メニューで、おこわとそれからお吸い物を作ります。材料です。はい、おこわです。今日は紅鮭を乗せていきましょうね。一緒に炊き込まずに焼いたものを乗せていきます。でおこわなんですけれども、 100% もち米ではなく、半分うるち米、普通のご飯で炊いてます。その他に人参、ごぼう、干し椎茸、味付けはすごいシンプルです。お醤油とお塩のみですね。お吸い物は今生栗出始めてますので、これを焼いて、あとエリンギも焼いて、鶏の出汁の効いたお吸い物にしてます。あしらいはお好みで、三つ葉とか小ネギ用意してくださいね。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では作っていきましょう。まずね、このお米の様子見てみてください。明らかに違いますよね。こっちが普通のうるち米、そしてもち米です。もち米真っ白いですよね。で今日半々にしてますので、3合分炊くのに 1.5合です。これを合わせて研いでくださいね。で研いだ後なんですけれども、ちょっとね、ざるにあげておくとこのぐらい水出るんですよ。研いだ後ね、すぐね。でこの水分だいたい 100cc ぐらいありますかね。これそのまま使ってしまうと、例えば普通のお鍋で炊くときにこの分柔らかくなってしまうので、一度こうざるにあげるといいと思います。で、これをお釜に入れましょうか。はい、できればね、30分ぐらい置いておきたいんですけど、時間がなかったらこの中で水吸わせてももちろん結構です。で今あのザルにあげてたんですけれども、水を切ってるだけではなく、周りについてた水分がお米の中に入っていきますので、さっき白いのと、半透明のうるち米とよく見分けがついたんですが、ほとんど同じ色になりましたね。30分置いてください。さあ、水加減です、ポイントです。はい、今日はうるち米ともち米1対1で炊いてますので、水加減楽ですね。お鍋で炊くときですけれども、今日は、うるち米の場合にはお水が 1.2 倍になります。もち米の場合が 0.8 なので、計算めんどくさいんですけれども、半々なので、お餅、もち米、うるち米両方合わせた同じ分量のお水を入れる、 540cc で OK です。ただね、これ大変ですよ。 540cc 30分置いとくっていうのも大変なので、こうやって入れていけばいいんですね。最初からやりなさいよって感じなんですが、今日3合分のここのおこわの目盛り見ていくと、やっぱりうるち米が入ってる分、若干ね、540入れると上の方になるんですよ。ちょっとだけね、ほら、わかります？ここ3のところより若干こうほら、少しだけ上の方に行きます。ちょっと残ってる、うん、はい、このぐらいの水加減です。でこれを炊いていきましょう。で今日はまずお米の方にね、お塩です。はい、お塩小さじ1杯ね、はい、そしてさあ具です。あら、ごぼう入っちゃった、すでにいいですね。はい、こちらごぼうと戻した干し椎茸、そして人参です。みじん切りよりちょっと大きめの粗れ切りにしました。これを乗せていくんですが、このまま乗せて炊いただけでは味気ないんですよね。ということで、さっきご飯にはお塩を混ぜましたけれども、ボール小さかったですね。ボロボロって、はい、失礼しました。ここにお醤油です。はい、お醤油絡めます。ちょっとね、小さじ2杯にしては若干少なかった気がするので、ちょっと足しますか。蒸発したんですかね、はい。さあ、こうして上に乗せるだけです。塩加減したご飯の上に、はい、乗せます。で混ぜないでくださいね、ポイントです。はい、醤油を絡めて上に乗せてください。こうすると具にもしっかり味付きますね。あとは炊いて沸騰していく間に、お醤油の味は下に染み込んでいきますから、美味しくなりますよ。さあ、普通に炊いていきましょう。はい、炊いてる間に鮭用意しておいてくださいね、うん。はい、炊き上がるとこんなに具沢山のご飯になっております。さあ、混ぜましょう。いい具合に炊けてますよ。これじゃない。
そして今日は紅鮭ちょっとね赤色でおめでたくしたかったのでますます長生きしてくださいねということで赤色の紅鮭ねほぐしておきました。ここで混ぜましょう。よくね私一緒に炊き込んでるんですが色がねやっぱり焼いたのを混ぜた方が綺麗ですね。今骨入ってました。鮭の骨ねそんなに硬くないから大丈夫だと思うんですが、さあご飯盛り付けです。はい、鮭もねたっぷり乗せてあげましょうかね。はい、で今日はですねここに、はい、ごまです。白ごまパラパラ、はい、長生きしますよごまたっぷりとるとね。はい、黒ごまもパラパラ、はい、そして三つ葉、そして菊の花売られてたんですよ。でちょっとねお酢を加えたお湯で茹でて水にとって、これいい香りですね。やっぱり秋らしいですね菊入れてあげるとね。はい、じゃあご飯ができました。はい、はい、焼き鮭のゴムココアです。ではではお吸い物いきましょうね。お吸い物は今日今ねこの中にお水でもいいんですけれども椎茸の戻し汁があったので戻し汁もちょっと加えてます。顆粒の出汁の素加えていただいても結構です。では、はい、ここに鶏肉いきます。細切れの鶏肉なんですがさらにもうちょっと小さくしてます。というのは切っておくとお出汁いっぱい出ますからね、断面がいっぱいあるとね。はい、沸騰した中に加えてください。で大体 2,3 分ですね、火が通るまでちょっと煮ていきましょう。でその間にちょっとね栗を説明していきましょうかね。今日皮付きの栗なんですけれども、鬼皮硬いんですよ。でこのままグリルで焼いてもいいんですけれどもバーンっていくことがあるので、ちょっとここに切り込み入れときました。こんな感じで、そうするとねボーンと破裂するのを防いでくれますからね。で時間があったらこの辺まで渋皮まで残す程度剥いてあるといいと思います。ただこれでも時間かかるんですよ。時間あったら渋皮も剥いて焼いていった方がいいですね。でここに焼いておきました。あ、エリンギが小さくなりすぎちゃいました。エリンギも焼いたんですけれども、まあ松茸だと思ってくださいね。いや旨味が凝縮してこれはきっと美味しいに違いないです。すいません、やってしまいましたね。さあ、ではお吸い物の味付けね、お醤油と、あ、お酒入れるの忘れてたね。はい、お酒ちょっと入れておきましょう。はい、沸騰させます。でこちらの栗、お汁の中で煮ていただいてもいいですし、あとはこれね、焼き栗ほら色ついていいでしょ、きれいきれい。はい、そして松茸。松茸じゃないの。松茸です。松茸だと思って食べれば松茸です。はい、さあ美味しいスープ入れますよ。あら、本当にねお出汁いっぱい出てますからね。はい、そしてこちらには青ネギ、はい、できました。はい、完成です。はい、出来上がりました。はい、焼き鮭の五目おこわ&焼き栗のお吸い物ですね。